立川一帯音楽祭りは市内の商業施設や飲食店、さらには駅の中などさまざまな会場で一斉にライブを行うことで、町一帯に音楽をあふれさせ、町に活気を与えることを目的に開催されています。6回目を迎える今年は14日から21日までを立川一帯ウィークと題し、市内で毎日イベントが開催されます。初日となった14日、タマシンリスルホールで開催されたのは、世界的ジャズピアニストで立川交流大使を務める山下洋介さんのコンサート。立川一帯音楽祭りでコンサートを行うのは今年で3回目となります。世界的ジャズピアニストの演奏を一目見ようと会場は満員御礼。山下さんはそれに応えるかのように肘で鍵盤を鳴らす独自の奏法を披露するなど、来場者を魅了しました。また今回のコンサートでは、山下さんが招聘教授を務める国立音楽大学から優秀な在学生と卒業生を招き、スペシャルセッションを行いました。今週末21日まで立川市内で開催される立川一帯音楽祭り、今年も素晴らしい幕開けとなりました。この立川一帯音楽祭り、今年でね、第6回をやるわけなんですけれども、ずっと我々ボランティア団体で作ってきました。1週間いろんな福祉施設なんかもね、いわゆる老人ホーム施設なんかにもこちらから出向いて音楽をお届けしようということで1週間を組みます。そして、この20日21日土曜日曜にはなんとね、よりすぐりの約30の団体にがもう最高のパフォーマンスをしてもらいますので、普段聴かない音楽なんていうと、ひょっとしたらこういう音楽こんな面白さんのっていう出会いがあるかもしれません。ぜひいろんなところのステージを渡り歩いて楽しんでいただけたらと思ってます。